始めます、はい、今日私、はい、あの白色のワンピースに白色のリボンですごい白つくしの格好をしてるんですけど、なんでかわかります？え、なんでかわかるか、はい、今日なんだろう今日何ですかね私、うん、はい、答え合わせしますね、はい、私心 OBP の白色担当になりました。皆さんこんばんは、神田邦弘です。こんばんは、伊波優作です。こんばんは、心です。始まりました、ギノガルフ、はい、そうらしいね。そうなんですよ、10人の面からが決定しました、うん、一人一人じゃあその色の担当がいて、はい、メンバーカラー、メンバーカラーがアイドルってほらよくあるじゃない、うん、何色担当、はいはいはい、OBP がなんかありそうでなかったというか、いや OBP はなんとなくみんな好きな色を勝手になんかなんかお客さんにえ、なんかペンライト何色振った方がいいって書いた時に、うん、じゃあピンク好きだからピンク振っといてとかそのぐらいの軽いやつだったんで、なんか昔はね一応あったんですけど、今人数多すぎて新面も入ってきたからちょっとよく分かんないことになっちゃってたんですけど、ということは、今全員で人数は10人なので10色あるんだ、はい、でもちゃんとペンライトにある色なんで全部あ、そうなん、全部振れます。おで、その中で心は白、ここは白色担当ということで、はい、これはここだけの話でいいんだけど、自分で選んだのかどっかから熱力で白になったのか、最初一応なんかこのなんとなくみんなの希望を出して、うんうん、でこう余ってる色でいいよぐらいだったんですけど、うん、あのその後に社長が、うん、あの代表があの決めるってことになって、うん、であの決めてもらいました、みんな色を。あ、そうなんだ。だから、うんうん、結構なんだろう、本当に希望してた色と反対の色になった子だったりとかもいるし、うんうん、結構みんなえ、この色なんだって子とかも多いですね、はい、もうすぐ白を持ってる人がいます、ね、白早いな、早いっすね、なんで持ってるのペンライトすごいうちのこう来るギャラリーに来る人はペンライトを持参してる人はしかも白色ですよ、だからいや色変えれるやつですか、色変えれるのかな、これは白を持ってたってこと、白オンリーのすごいな、すごいな、なんかあれね、ニコがニコさん、でも10人紹介すると、うん、あ、覚えてる、はい、覚えてます。お、すごいすごい、知りたい。小さい順からいくと、うん、ののかちゃんが赤色、違います、なんでいきなり嘘ついたの、ののかちゃんが青色、うん、ののかが青、ののかが青、エミリンが赤、エミリン赤、うん、で、次ルアか、ルアがオレンジ、うん、オレンジで、カーヤが黄緑、うん、で次ルリ、ルリがピンク、うん、レンレンが黄色、うん、飛ばしてないよね、うん、順番でいくと合ってるんじゃない、リアちゃんが緑、緑で、ユナちゃんが水色、うん、でここが白で、ニコさんが紫、うん、って感じですね。あ、言ってない人いない、大丈夫、大丈夫かな、大丈夫ね、大丈夫かな、いやいや MJ さんはもう還暦だから赤ですよ赤だからあのエミリンと一緒ですって感じですね、まあいいんじゃないですか、そうするとやっぱね、あのペンライトも、ね、そうですね、振りやすいと思うし、なるほど、ちょっとそのイメージみんなこれからつけていけたらなって感じなんですけど、なるほど、そう、誠さんが以前ゆうこちゃんは黒だったから、そうか、イメージ黒だったらペンライト振れない ね、そうですね、だから一応代わりの色、うん、ダーコイズブルー振ってたんですけど、ゆうこさんは、なるほどなるほど、そっか、ペンライトになかったらね、うん、そっか、ちょっと難しくなっちゃう、いろいろと、なんかほら、いろいろ今色変えられるのがあるから、うん、ちょうどね、いいんじゃないでしょうか、ね、いいかもしんない、うん、
ということで、まあ、じゃあその色覚えていくところからだね。そうですね、うん、そうですね。でも割とすぐ覚えるんじゃないかな、うんうん、まあ好きなものはね覚えられますからね、うん、ファンの皆さんも、うん、実際この白はどうなんですか、心ちゃん。赤はこうなんだろう、みんなに白っぽいってずっと言われてたから、うん、白かピンクっぽいって言われてて、うんうん、でもともと希望出してた色も、あ、じゃあ白にしとこうかなで白出してたんで、はいはいはい、あ、じゃあもう全然いいんですね。なんか特に変わりなくって感じですね、うん、自分の何彼も。ピンクは誰？ピンクルーリーです。ルーリーが昔からピンクなんですよ、一応メンバーカラー的に。そうかそうか。なのでピンクルーリーです。はい、レンレンが黄色って。レンレンが黄色、レンレンも昔から黄色です。だから このあたりはまあ昔から、ね、うん、そうですね、初期面は昔から面から持ってたんで、ね、初期面っていうのがすごいですね。初期面もう本当にね、ずっとやってますからね、うん、はい、レンレンもまたそろそろ来てほしいですけどね。そうですね、呼びたい、ね、どっか良きタイミングで、はいはい、また来ていただければと思います。またじゃあそのね、ペンライト触れるタイミングができたりです、ライブとかでね、うんうんうん、はい、その時はぜひ皆さん、心ちゃんから見て、うん、カンナさんと僕は何色ですか？イメージから、イメージ的に、そうそうかそうか。カンナさんは青色、絶対、あ、青色、青色、ヒヤ、うん、さん、うん、なんか黒とか、あ、黒。まあ黒着てるのは多いから比較的ね。今日着てる色そのままいただけるので、ね、イメージも減ったくれもない感じが、うん、あ、黄色とか、あ、黄色、オレンジとか、あ、ちょっとっぽくないですか？あ、でも黄色は別になんか、ね、ちょっとぽい、黄色オレンジ好きです、うん、明るい色っぽい、あ、太陽みたいな、いいですね、なんか赤とかオレンジ好きだったよね。好きです、ね、うんうん、オレンジ好きです。黄色も好きです。うん。じゃあ始めていきます。そうですね。はい、ということで、じゃあ進めていきましょうか、はい、まずはじゃあこの1週間何があったのかなのコーナー、はい、じゃあ日野さんから。はい、はい、この間日曜日の夜にですね、僕ちょくちょくこのギノガルフでも、うん、話したりするんですけど、ハンドボールの OB 会、おおお、はいはいはい、入ってまして、うん、ただもう2年近くかな大会出てないんですよ、うん、これなんでかっていうと、うん、人数が集まらない。あ、まあ、みんな忙しいし ねやっぱり大人になるとね、マスターズの大会出てて、うん、もう絶対40以上なのね、うん、で今僕47で、うん、その OB 会のチームでは僕なんか年代か、あ、1個下にちょっといるか、46がで僕なんか年代が結構もうだいぶ下で、あと先輩はもう4つ上、うん、5つ上とかなんですよ。で、まあ一応チーム自体はあるけど、もういよいよちょっとこの先どうするかと、うん、っていうところと、大会費立て替えたりとかしてるんで、うん、先輩が、うん、キャプテンがね、うん、ちょっとそれを一回清算したいと。で、集まったんですよ、うん、もう久々に何年かぶりに。で集まって十何人かかな、大会でもそんなに集まったことないんですけど、まあ、夜だからね、うん、それでなんとか都合をつけて十何人か集まって、まあ、ワイワイと、いろいろ話しながら、うん、まあ、ちょっと今後まあどうするかっていうところも、うん、まあ、いろいろ話して、まあ、やっぱ、みんな、大会には出たい、ハンドボールはやりたいんだけど、うん、やっぱりちょっとなかなか都合が合わない、そうよな、うん、じゃあどうするかっていうので、まあでもちょっと存続はしとこうかチームは、うん、っていうところの話は落ち着いて、うん、まあ、ちょっとまた機会もうちょっと段階を置いてまた話していこうっていうところがあり、まあ、その集まりのメインとなっているちょっと大会出場費、うん、立て替えてるから清算ちょっと、あ、そうですね、それした方がいいですよって僕も言って、うん、で、そのチームのキャプテンもう5個上の先輩からちょっと払ってない人は誰々と誰だ、4人ぐらいってる、4人ぐらいいるって、うんうん、誰々と誰々と誰々 と、うん、あと優作だなって言われて、うん、俺ええー、と思って俺、うん、俺結構大会出てるんですよ、うん、俺払ってないんだと思って、いや自分でだってそれ覚えてないの。いや覚えてなくててっきり払ってるもんだと思ったんですけど、だって何回か話してるってことは出てるってことだよね、はいはい、出てますよ、うん、結構出場してる方です、多い方、うん、1回しか出てなかったりとか、うん、メンバーにはいるんですけど、僕結構出てる方なんですけど、うん、まさか自分が出場費払ってないと思わなくて、うん、ちょっと周りからも優作そんなとこあるよなみたいな話も出つつ、いやいや、じゃあ俺払います、払います、うん、ちょっとあまりにも自分は、うん、今回のその生産に関しては、うん、
自分は全然蚊帳の外というか、うん、関係ない人だと思ってたんで、そうだから別にごまかしてるわけじゃないではない、心構えができてなくて、うん、俺なんか卒業大会には出てるけどいっぱい、うん、全然払ってなかったんですねっていうところでまあそれでそこでちゃんと清算して、うん、まあそれで、まあ、久しぶりなんでそれでみんなでちょっといろいろ話ししながら、うん、まあ、楽しい夜を過ごしたっていう、うん、まあ今後もハンドボールやりたいんですけどね、やりたい、まあ、やるだろう、体動かすのはねもちろんいいことですけど、うん、やっぱハンドボール一応コンタクトスポーツじゃないですか、うん、まあ、そうなんです、人とぶつかったりとか、うん、急に走ったり動いたりとかあるじゃないですか、はいはいはい、本当に怪我だけは気をつけてください、うん、ね、だけど、まあ、先輩も言ってたんですけど、うん、僕上のその40以上もあるし、なんか50以上のまた大会とかもあるらしくて、うん、年代別さらにあるの、あるみたいで、うん、だからもうなんだろう、やっぱ怪我のこともあるから、うん、もう本当に楽しく参加しようそうそうそうっていう感覚のちょっと大会にもなるから、うん、やっぱできるだけチームはちょっと存続させようっていうところに話は収まりましたけどね、なんかそのねやってたメンバーとか仲間で集まるだけでも楽しいじゃないですか、そうそうそう楽しいんですよ、ね、こういう機会があったらさ、そうそうそう、うん、やっぱ存続してなかったら集まる機会もないし、うん、でましては4個上5つ上の先輩の話ってねなかなか聞けないので、なかなかやっぱそういう機会があるとやっぱまあ、元気も出るし、うん、なんかいい夜過ごせましたね本当に。まあでも中にはやっぱり、うん、こういうのって集まるとムキになるというかさ、昔の感覚でやっちゃう人が必ず一人二人はいるから、いるんですよ本当に怪我する、ほら運動会でお父さんが走ったら転ぶのとかある、そうなんです、そういう感じ、あれってさ、うん、頭の中では走ってるんだ、その意味体がちょっとなんか伴わないというか、うんうんうん、になってる人は必ずいるから、うん、本当に怪我だけ、もう怪我したら治るの大変だから、ね、だし僕らはもう人数が少ないから、うん、ある年から先方として絶対走らないって決めたんですよ絶対走らん、ハンドボール走らない、人数が替えがいないから、交代選手がいないから、ああフルでも時間も持たないから、ゆっくり詰めていく感じ、もうパスしながら、もうディフェンスで戻らない、走って、ああああ、もう攻めの時だけもうやるっていうで、それで意外といい勝負したんですよ、ああ、それまでは結構ボロ負けだったけど、うんうん、あ、これいけるなって、本当にその戦法にして、でもやっぱ神田さんが今言ったみたいに、うん、絶対一人二人走る人がいるんですよ、速攻で走る人がいたけど、僕先輩に向かって大会中に、うん、先輩走らんでっつって、正しい、速攻で走ろうとしたから、それは正しい、ルール守ってみたいないや持たないからね、持たないから、いいことです、はいはい、楽しみながらね、そう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 、やりましょう、はい、はい、という夜でした。なるほど、分かりました、はい、じゃあ続いて僕いきましょうか、はい、ですね、先日うちの実家の隣にいる、まあ、親戚のおじさんから連絡が来て、うん、はい、実家の木が伸びすぎて、うん、隣の家のなんか電線にかかってる、うん、危ない、危ない、そう、電線というか引き込み線かな、はいはいはい、かかってると、うん、で今後台風とか来たら、はい、切っちゃうとか傷つける可能性があるから、うん、切ってもらえないかっていう連絡が来たのよ、うんうん、で俺対応したかったんだけど、うん、一回確認しに行ったわけ、うんうん、めちゃめちゃ伸びてて、ああそうですか、すごい大きくなってて、うん、うち実家があって間右岸樹があって隣の家なのよ、うんうん、そのうちから右岸樹を覆いかぶさるようにして隣に行ってたわけ、あ、こういう感じで、まあまあ、大きいですね、うん、じゃあね、そうそう、うん、あ、これはダメだと思って、うん、だから業者に頼もうと、うん、そうだよね、うんうん、こんな業機方、そう、片付けとかもあるからさ、はいはい、いやだから連絡して、あ、おじさんもう俺がどっか業者探して、うんうん、お願いするよっつって、うん、分かったっつって次の日連絡来て、うん、半分ぐらいもう切ったからさ、えっていうわけ、このおじさんもうおじさんって俺らの親世代だから、はいはい、もう80超えてんのよ、そうですよね、おじいちゃんだ、そう、うん、で特にこの人長男おじさんで88なの、うん、あらー、だけどめちゃくちゃ元気だ、すごい、本当に2年前ぐらいまでランニングしてた、道を、うん、散歩じゃないよ、走ってたりとか、うんうんうん、であとはそのなんだろう、ダンスの全国大会に出たりとか、ダンス、すごい、うん、いくつで80代とかで、ダンス、うん、あとは体の使い方を常にネットでこう調べてる人なの、こうやって、体幹とかさなんかそういうのずっと調べてる人だわけ、すごいね、だからまあ俺と話がいろいろスポーツの話がいろいろしたりとかするんだけど、はいはい、うん、
だから半分ぐらい切ったよって言われたから、うん、マジでっつって、うんうん、いやもう大丈夫だったって、うん、大丈夫って、あとは先に伸びてる方がある、僕電線かかってるところが、うん、周りは切ったから、うん、そこを明日登って切るって言ったわけ。危ないね、ちょっとね、心配だね。登っていきながら先の枝を切って木を登るってこと、下がってくるっていうわけ。木を登る、うん、88歳だからやめてくれって言って、うん、そうな、絶対危ないでしょって話したら、うん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 、いや違うんだと、人間はやっぱこの危険というのを考えながら生きていくことでボケ防止につながるもうおっしゃってることも分からなくはないですけど、でも万が一ってことがありますから、俺らはそうさ、はいはい、絶対そう思うじゃん、はい、いやそれをあの意識しながらやることで、はい、俺自分のためにもなるから、うーん、昔登ってたっていうわけ、うん、待ってくれと、うん、今88歳だよね、うん、登ってたのって80年前ぐらいらしいだよねって話になって、うん、もう歴史なんですよ歴史の教科書に出てくるぐらい昔の話なんで、うんうん、もう心配でしょうがなくて、うん、はい、で結局そのうちの実家の隣の上に兄貴が住んでるんで、はいはいはい、もう兄貴に行って、うん、いやもうそばで一緒にやるか、うん、なんかちょっと対応してくれないかって、うんうん、俺が行けなかったわけ、どうしても、はいはいはい、で連絡したら、うん、たまたまうちの実家に高枝切りばさみみたいのがあると、それになんかのこぎりみたいにつけてやれるのがあると、うんうん、あるやしってなって登らんでいいじゃんってなって、うん、結局うちの兄貴が残ったやつはそれ切ってくれて、あ、よかった、事なきを得たらしいんです。あ、よかったよかった。もうさ88歳の木登りって怖いじゃん。怖い怖いね。どんだけ運動神経がいいとはいえ、うんうんうん、いやもう本当に普段から体も気を使って、はいはい、体力もねすごくある人だけどさ、うんうん、万が一があるじゃない。そうですよね。でやっぱさっき言ったみたいに、うん、年取って怪我すると、うんうん、もう治すのが大変だから、そうすっごい心配してたわけ、うんうん、だけどもう一応事なきを、あ、よかったね、得たという、うん、ただ、まあ、ここ終わったんだけど、うん、反対側にも家があって、道路側の今右側の話だったんだけど、うん、左側には2本でかい木があるんだよ、はいはい、これはさすがに、うん、業者に頼むのがいいレベルで、うんうん、いつかほら台風とか来てさ、なんか倒れたりしたら、うん、とこ近所とか周りに、はいはいはい、ね、ちょっと迷惑かけるかもしれないから、うんうん、もうだんだん伸びて今うちより高くなっちゃったのよ。うん、2階建てのうちより高くなっちゃったから、うんうん、どっかいいそのなんていうの、木の伐採業者があればぜひ、うん、はい、教えていただきたいと思います、はい、まあ切ってなんていうの、その片付けとか持っていく、はいはいはい、まあ、できるところまでね、結構高いですよ。いやびっくりだな、うん、元気ですね、まあ、まずはそのうちのおじさんにびっくりしたっていう話です、はい、88歳の超元気です本当に、はいはい、じゃあ続いて心いきましょうか、はい、心もったいちょっと低くない、嘘、大丈夫、ちょっと上げよう、今さっと同じくらいだと思います。いやいやいや、椅子の高さが今、はい、はい、多分このぐらいで、あ、いい感じかな、いいわ、今ちょうどいいですね、はい、はい、うん、このありがとうございます、うん、前の3連休実は東京に行ってまして、うん、ちょっとさっきもちらってお話ししたんですけど、この3連休東京に行ってる時にメンバー全員で重大発表があるということで、うん、配信をしたんですけど、うん、その重大発表っていうのが今 OBP で新曲を作ってますってことなんだよね、はい、はい、作成中です、ちょうど、うん、先月、収録のために東京に行ってて、うん、ちょうどライブがあった時、うん、東京で、うん、先月にそうですね、収録して、今回は MV 撮影をするっていうことで東京に行ってきました、うん、なんか初めての、うん、MV 撮影なんですよ、実はこう、で、まあ収録とかも新曲、自分たちの曲ってのが多分ほとんどのメンバーが初めてなんじゃないかな。そうよな、だ自分の声が入ってる曲って初めてだもんね、CD、うんうん、って曲が初めてなんで、多分ルリレン以外はみんな初めてなんで、うん、みんなで緊張しながらも頑張って挑みました、うんうん、なんかね、なんだろう、すごく楽しかったです。このもっと緊張するかなって思ってたんですけど、うん、MV の時についてくれたスタッフさんが本当にいい人たちで、うん、なんか2日間昨日までかな、うん、
昨日までずっと東京いたんですけど夜まで、はい、うん、あの全然疲れてないです。楽しくて、はい、楽しいがもう勝ってる、ね、楽しいが勝って超充実してました、うん、であのその時に面からも発表したんですよ、うん、さっき言った、はいはい、配信の時にね、はい、配信の時にメンバーからも発表したんですけど、うん、今回の衣装がなんとメンバーカラーの衣装になるんですよ。もう早いですね。新衣装、新衣装を今作ったんですけど、うん、それがもうメンバーカラー、超メンバーカラーな、うん、超メンバーからもう分かりやすい、うん、この一部分に何だろう色が入ってるとかじゃなくて、うな、ね、もう全身紫とか全部全部、ま、マジ左と同じです。マジ左と同じですだから超メンバーから超メンバーからです、はい、なんで、うん、はい、ちょっとそれも楽しみにしていただけたらなって感じです。あ、じゃあその、うん、MV が出来上がる頃にはそれが見られる。そうですね、もしかしたらその前に見られるのかどうなんだろう、まあ、ちょっとずつね、もしかしたら見れるかもしれないし、うんうん、で曲名が超絶好きほうほうです。もう好き好きソング、ラブ、うん、好き好き超絶好き、超絶好き、超が多いですねさっきからねいやいや、もうこの曲出るときはもう超が基本ですよ。でも超絶好きはいいですね、わかりやすくて、なんか本当に、はい、なんだろうな歌ってるこっちまで恥ずかしくなっちゃうぐらい、うん、あ、そうなんだ、あのそのもうタイトル通りの、うん、曲になってるんで、うん、ちょっとライブでのお披露目もすごく楽しみです ね、はい、またそれがちょっとね、いつになるのかも分かったら、ね、リリースが、うん、あ、それまでも決まってるわけね。それは、はい、発表してます。なんか10月10月の、はい、そうですね、いつって言いましたっけ、10月の23日23に配信リリース決定してます。あ、いいですね、だから超23日ですね、はいそれは違うみたいなちょっと違う使い方あ、ごめんごめん、なんかどっかで入れようと思ったけど違うみたいです、うん、そこは、はい、10代にちょっと気を使わせてすいません、10月23日に配信開始、はい、はい、なのでもう超絶楽しみにしてもらえたらなって感じです。いいと思います。これです使い方、これか、そうです、すいませんそう、日本語としてはそうですねはい、ということで、はい、ぜひもう皆さんまあいろいろね聞いて覚えて、でライブで見るときには楽しんで ね、はい、うん、ちょっとなんか言っていいのかな、うん、あ、これも言っていいんだ、振り付けはココナさんにやってもらいました。おお、そうか、そう、あ、最近ねいろいろそういうのやってるらしいからね、うん、ダンスの振り付けだからココナさんにも会ってきてって感じですね、うん、元気だったココナ、なんかもういつも通りの感じ、あ、まあそうだろうな、ふわふわしてる感じ、変わらないだろうね、はい、うん、昔から、いやでもそれがココナだからね、そうですよね、うんうん、いつか普通にココナも来てほしいですけど ね、今こういう活動主にやってますとか、うん、あとなんだっけ、ビビ旅もね、うん、やってますから、うん、はい、ね、そうね、クイズココナちゃんから始まりましたから、7年ぐらいは来てないかもしれないね、うん、スタジオには、あ、違うな、ね、あの時があったんだ、綾瀬さんと一緒に来てる時があった、あ、そう、ね、そうそう、5年ぐらいか、伊賀、うん、さんがいなかったんですよその時、あ、そうですか、うん、そうそう、それ以来、うん、こっちに来てないかな、はい、ということで、じゃあ、はい、楽しみに、楽しみにしててください、お願いします。じゃあツイキャス拾っていきましょうか、高間さんこんばんは、こんばんは、イグロさんこんばんは、こんばんは、MJ さん、皆さんこんばんは、心白い装似合ってて可愛いお姫様だということで、 ありがとうございます。ニセカベさん、皆さんこんばんは、こんばんは、まことさん、心ちゃん今日も可愛い、皆さんこんばんは、こんばんは、シゲさん、かなさん、やさんこんばんはです、可愛い心ちゃんこんばんは、こんばんは、あ、これぞ本当の十人十色、うまい、うん、うまいね、そうですね、はい、確かに座布団1枚、座布団1枚、はい、サムさんこんばんは、キャミココロナイスですと、ありがとうございます、はい、沖縄崎さんこんばんは、今日から僕の番組の CM 流れてますということ、お、そうですか、お、いいですね、Wi-Fi のパスワードさん、カナさん、ヤさん、シルルタンドの可愛い心、こんばんは、こんばんは、好きな色は藤色です、渋いな、渋いニコさんの色ですね、うん、ああ、どちらかというとに近いね、うん、はい、あとはあ、意外と身があるのでキーキリに来ますよ、いや相当暖かいですよ、もうあれは業者にお願いした方がいいのかなと、まめまめサンキューさんこんばんは、高枝切りまさん、メイクマンでよく、あ、間違えた、メイクマンでよく切れます、よく売れますってことか、うんうん、売れます、需要があるんですね高枝切りまさんにね、あと
武蔵さん来てます。はい、かなさん、皆さん、心ちゃん、こんばんは。こんばんは。皆さん、ハンドオービー大会に出場費生産完了したので、怪我なく楽しんで。かなさん、88歳のおじさん、アクティブだし、高枝切り挟みやってよかったね。心ちゃん、初 MV、お疲れ様。超絶好き、タイトル素敵。あと皆さん、大活躍の大谷選手見てますか？初めてまとめ以外のが入ってる。もう溢れたんだろうね、うん、大谷選手のことを言いたくて。いやもう、あれもうすごすぎですからね。もうすごすぎです ね、 ちょっと今レベルが、はいはい、もう多分もう世界一の選手ですよ、野球選手としては。はい、さあ、今日なんですけれども、実はね、はい、番組途中で、はい、元 RBC、はい、アナウンサーだったあの花村恵里さん、はい、電話をつないでちょっとお話しようかなと思ってますんで、はい、はい、ラジオで声出すの久しぶりじゃないですかね。うん、はい、ちょっと楽しみにしていてください。では進めていきましょう。ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業の提供でお送りします。こんばんは、 OBP の心です。毎週火曜夜9時からの、あれ？なんだっけ、かなさん。ギノガルフです。そう、ギノガルフ、生放送でお届けします。リハさん、なんかありますか？え、なんかって何ですか？時間ないのでもういいです。ギノガルフ、聞いてください。心さん、バッチリです。いくぞ、ワン、ツー、ジャン！宮平乳業の牛乳は、低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを、君も一緒に楽しもう。今までないない、だから美味しい、宮平乳業の低温殺菌牛乳。石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。ある質問に対して我々3人が、かなさん、同情、かなさん、おめでとうございます。午前0時過ぎたら、はぁ、ありがとう。俺三色、ちょうど三色の色があるけど、赤、青、黒、目、うん、一番いいわけ。本当にもう新メルわぁ、もうちょうどいい、ちょうど、超欲しかった、これありがとう。喉つぶすわ。ギノガルフ、まだ僕が元気だった頃、ね、なんか少年って感じがする。なんか若かったよね、今ね、うん、声がね、多分あんな声出してたの 1年目か2年目ぐらいよね、あれ撮ったの。いやいや、もっともっと後ですよ。本当、うん、サプライズですよ。サプライズの練習してた時だから。あれ前の時か。いや、前のちゃんいたかな、あの後じゃない。違う違う、もっとカレンの時じゃないよ。ん、あ、じゃあのどかの時。のどかではない。そうかな。あ、のどかの時か。のどかの時か。あ、のどかの時か、本当に。のどかの時だと思うよ。あー、でも4年ぐらい前かな。4年でこんなに老いていくの。今も出せるってやろうと思ったら。そうね、うん、でも明日が怖いんでやめときます。さあ、じゃあここからグッドフィールドグループからのお知らせ、では心お願いします。はい、はい、今日はエポックゲート三栄那覇メインプレイス店のご紹介です。当店ではネックレス、ピアス、リング、ヘアアクセ、バッグなど多数のアクセサリー展開をしています。さらに那覇メインプレイス店ではアパレルブランドマジェスティックレゴンのお洋服もございます。まずマジェスティックレゴンのお洋服の中から、今シーズントレンドのリボンが可愛い秋コーデをご紹介。1点目は 2way バイカラーリボンワンピース、バイカラーのショルダーリボンが今っぽいビシルエットのワンピース。肩部分にゴムが入っているので、肩を落としてオフショルダーとして 2way で ご利用いただけます。すっきりとしたデコルテ周りや深いウエストの切り替え、腕が華奢に見えるポンとした袖など、スタイルアップ要素をふんだんに詰め込みました。フミニンな大人な魅力を引き立てる一着です。2点目はレースカールとリボンインナーセット、総柄レースと小鼻リボン、女の子らしい要素が詰まったトップス、ネックラインや裾などに施された繊細なレースでフミニンな仕上がりに、
袖口のメロン加工でさりげなく甘さをオン。キャミソールも肌触りが柔らかいリブ素材を利用しており、レースとコサージュリボンモチーフ付きでガールな気分アップ。セット商品ですが別々でも使用可能で大活躍です。3点目はロマンティックアソートデニム。パールやビジューで華やかに、レボンやレースでトレンド感あふれるバイデニムに仕上げました。ウォッシュ加工の独特な色落ちがおしゃれな雰囲気に、足がまっすぐ綺麗に見えるシルエットでスタイルアップを叶えるパンツ。バックウエストはゴム仕様でストレスフリーな着心地なのも嬉しいポイントとなっています。続いてアクセサリーの紹介です。まずは秋トレンドのベロアシリーズ。パール付きベロアリボンバンスクリップとバロアリボンバンスクリップの2点です。今シーズンは細めのリボンがトレンドということで、リボンだけど可愛すぎず大人可愛いデザインとなっています。さりげなく揺れるパールにもこだわっており、上品さを感じるサイズのパールを使用しており、全体的なサイズバランスにもかなりこだわったため絶妙なバランスに仕上げることができました。続いてノーブルシリーズのご紹介です。ノーブルとはフランス語で高貴な気品のあるという意味合いであり、意味合い通り高見えするようなキラキラパーツの装飾をつけたシリーズとなっています。その中でも特にこだわったのがカチューシャです。カチューシャ本体の素材感が綺麗なため着用した際にとても上品な仕上がりとなっております。程よいクッションの高さのため着用した時のバランスが抜群に可愛いですよ。現在エポックゲートではアプリインストールキャンペーンを行っており、期間限定でアプリ登録してくれたお客様に即日使える200円オフクーポンを配布しています。その他500円セールコーナーやお得なバッグも販売しているので、この機会にぜひ那覇メインプレイス1階エポックゲートまでお越しください。また当店では一緒に楽しく働いてくれる仲間を募集しております。少しでも気になった方はぜひお問い合わせください。お問い合わせはエポックゲート 3A 那覇メインプレイス店、電話098-867-8600 098-867-8600 までどうぞ。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。はい、ということで今日はエポックゲート三重那覇メインプレイス店ということで、まあ、基本あのアクセサリーが、ね、多い店なんですけど、うん、もちろんあのブランドもありまして、最初にご紹介したマジェスティックレゴンね、なんかあの非常に可愛らしい、このリボンをね、含んでこの秋コーデ、非常にいいですよね、うん、はい、ぜひこのあたりもチェックしていただければなと思っております。いろいろ、使い方は自由、ツーウェイとして、ね、使えたりもするのでね、そのあたりもぜひうまく使っていただければと思います。そしてもちろんアクセサリーも、豊富にありますので、最近このバンスクリップ、特に、ね、リボンとかついてたらこれなんかいろいろ使えそうだよね、うん、ね、非常に便利で可愛いアイテムですので、うまくご活用ください。ということで今日はエポックゲート三重那覇メインプレイス店のご紹介でした。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。さあ、じゃあお知らせいきましょうか。心、はい、はい、お願いします。私心が所属しているアイドルグループ OBP の宣伝です。今週末は那覇のサイバーボックスでライブが4本あります。で、来週末は10月5日土曜日はニューアールローラー撮影会です。詳細はもう少しお待ちください。そして10月6日日曜日は久しぶりに国際通りでライブです。ゲストに柚塚うかさんと琉球アイドルさん、そして牧師青年会の旗頭も来ます。イベント情報は OBP のホームページや SNS をチェックしてみてくださいね。そして先週発表しましたが、 OBP は今新曲を作っています。超絶好き、10月23日に配信リリース予定ですが、少しずつ情報を出していきますので、引き続きチェックと応援よろしくお願いします。はい、ということで、もういろいろあるんで、これはもうね、細かくチェックして、ね、そうですね、うん、はい、楽しみに、はい、チェックしてください。あと矢さん、はい、はい、まあ、あのお知らせですね、うん、今年の2月に RBC で放送したあの琉球歴史ドラマ「あまわり、うん、ザ・ヒーロー」がなんと、日本民間放送連盟賞で全国優秀賞を受賞しました。おめでとうございます。すごいです。これは本当にもう全国のこれ優秀賞ですから、うんうん、
他に優秀賞何があるか、何のドラマがあるかっていうと、はい、あの TBS の VIVANT とか、うん、他にも、港かなえさんの楽日、楽日、まあいいや、最高の教師だったり、楽日じゃないですか、ね、楽日ですかね、はいはい、で、VIVANT だったり、はい、まあ、本当にもう本当に全国的にもうレベルの都合、うん、もうみんなも見てるようなドラマと、もう肩を並んでの優秀賞ということなので、うん、で今それを記念して RBC のホームページの方でですね、うん、あの第1話無料配信してますので、うん、そちらもぜひご覧いただけたらと思います。はい、はい、いやでもすごいよね、本当にね、すごい、はい、はい、おめでたい話題でした。じゃあ僕からも一つ、今日発表になったんですけど、来週の火曜日10月1日なんですけど、 RBC が70周年なんですよ、うん、創立記念日で。そこでRBC アイラジオで、公開生放送をすると、はい、1階の広場でね。で何やるかっていうと、歴代のパーソナリティを呼ぶというイベントらしいんですよ。だから朝の番組から、昔朝しゃべってた柳さんとか、皆さん、ね、そうそうそう、はいはい、が出てきたりとか、うん、いやさんいや 僕のお知らせなんで今。僕じゃないです、柳さんから今。柳さんからじゃないですか。柳さんの通知。柳さんと LINE 交換しないです。ああそうとか、はい、いろいろあって、はい、で、まあ、お昼ミュージックシャワーから、はい、中華なびらまでは下でやるのかな、うん、はい、で、僕なんと具志堅ストアに呼ばれまして、だから僕が前喋ってた時間帯にゲストで出ることになりましたんで、はい、よかったら遊びに来るなり聞いていただけるなりしてくれると嬉しいなと思います、うん、はい、なるほど、まあ、お祝いなので70周年ね、はい、はいはい、ということで、チェックよろしくお願いいたします。はい、じゃあ1曲、はい、いきましょうか。今日は心のリクエスト、じゃあ曲紹介お願いします。はい、OBP で好きすぎて I love you。つなぎますか。今も繋がってんの？もう今つけたんで、今から繋がります。あ、そう。今繋がってます。あ、そうだ。早速に。OK。お疲れ様です。お疲れ様です。こっちで喋っていいの？はい。はい、そので聞こえてます。今聞こえてる？俺らの声は。バッチリ聞こえてます。あ、よかったよかった。カンナとリハです。はじめまして、ご無沙汰しております。はい、そしてもう一人、はい、はじめまして、OBP のコロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごく可愛くてずっと見てます。ありがとうございます。顔がちっちゃい。顔がちっちゃい、本当にびっくりするぐらいちっちゃいです。本当、カンナさんとリハさんの2分の1しかない。本当だ、本当そうなんだ。ね、じゃあこの今曲かかってる曲の後にそのままつないで、はい、喋、ろうかなと思いますんで、はい、はい、お願いします。よろしくお願いいたします。はい、今ツイキャスで見てるの？ツイキャスで見てました。あ、なるほどなるほど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっとそのままで待っててね。はい、はいはい、はいはい、曲があと2分ぐらいですね。 OK、まあ、喋り出してそのまま50分に行っても大丈夫かも、はい、大丈夫ですよ。今更だけどめちゃめちゃ今日減った、でかい音が出ない、うん、俺もでかいけど諦めてずらしてるチャンネルって大きいからこの辺で聞いてるめっちゃ聞こえるもん、話漏れてるかな、ね、きますか。はい、ちょっとじゃあ酒で、以上
おかけした曲は好きすぎて I love you でした。さあじゃあお待たせいたしました。ここで、電話がつながっているということで、はい、今日の、まあ、電話ゲストですね、うん、はい、呼んでみましょう、もしもし、はい、たーい、チューガナピラ。そんなキャラだったか。自己紹介お願いします。はい、こんばんは、元 RBC アナウンサーの花村えりです。はい、はい、出ました。お久しぶりです。はじめまして、ご無沙汰しております。はい、まあ、今ね、結婚して名字は違うんですけど、うん、まあ、もう花村って言った方が分かりやすいと思うんで、皆さん今日は花村で、ぜひぜひ、はい、花村でお願いいたします。行きたいと思います。はい、実はこの間僕福岡にミスチル見に行ったんですけど、行ってましたね、はい、行ったって、その時に、うん、せっかくだから、あ、今福岡にいるんですよ彼女は、うんうん、で、はい、ちょっとじゃあご飯でも食べようよって言ったら、おうおう、本当に昼休みの時間しか開かないと、うん、ほうほう、だからあれ50分もないぐらいだっけ。そうですね、45分ぐらいでした。45分ぐらいだったよな。45分ぐらい、本当に会社の近くのご飯屋さん、うんうん、あのカレーとかが美味しいお店に行って、はい、うん、バーって食べながら会話して、うん、じゃあねっていう。忙しかったんだ、それで。いや、もう本当にそこしか空きがないっていうことで、はあ、なるほど、はい、まあ、それでも久しぶりだったんでね、いろいろ近況報告とかしてましたけど、あれですよね、最近はまたいろいろ活躍してるんでしょ。してないですか。いや、ないって言ってますよ、岡田さん。そうか、そうか、その前にまずどういう人か言わないといけないね。そうね、うん、もあの心とか、ね、そうですね、初めまして、初めましてだからね、はい、もともとというか、あの RBC の契約アナウンサーとして、うん、あれ何年前ぐらい、あれが2016年ですね。で、2年間でした。はい、8年前くらい。そんななるの。そんななりますよ、自分でもびっくりしてました。びっくりするね。え、2016年から18年までってこと。そうですね、2016年の2月から18年の、うん、3月末まで。あ、じゃあもう6年前だね。前の話か。前、はい、そうか。いや、まあちょっといろいろね、はい、変わった人で、うん、ちょっと待って。おお。まあ、ちゃんとしながらも、うん、オタクな部分もあり、そうなんですよね、はい、もうかなりインパクトいろいろ残してくれましたけれども、ね、そうですよね、うん、はい、でもだから、もうそこから福岡行ったら、まあ、ちょっと県外離れて、はい、なんか違うところで報道とかね、はい、そういう感じの仕事してたんで、ずっとね。そうです、そうです、記者とか、うん、リポーターとかやってて、うん、アナウンサーもやって、うん、結婚と出産を機にマスコミ離れました。あ、ということですね。もうじゃあ今はそういうマスコミ関係ではなくってことなんですね、今。そうなんですよ、うん、なんか一時期、どこだっけ、福岡じゃなくて、長崎だ、長崎、ね、そうです、そうです、そうそう、そういう長崎で曲はなしてましたね、ということですね。で、今は福岡にいるということですけど、で、今はじゃあ福岡で何をしてるんですか。はい、よくぞ聞いてくださいました。はい、唯一ちゃんと喋れるとこです、お願いします。今は企業の広報をしてます。ほう、やったこと活かせるよね、広報、うん、そうだよね、うん、と思うじゃないですか。でもなかなかこれが難しい、本当に。なんか私、今まで広報をのネタを受け取る側だったから、この苦労とかが全く分からなかったんですけど、いざ広報やってみたら本当に大変で、うん、いや、皆さん本当すごいなってこう肌で感じてます。なるほど。いや、でもね、企業紹介のなんかインスタで動画撮ったりとか、うん、ちゃんと出てくるけど、がっつりちゃんと喋ってるじゃない。いや、あれはちょっと広報の広報の方がいらっしゃって、めちゃくちゃいいようにしてくださってるんですけど、私があまりに大好すぎるんですよ。広報の広報、そうそう、広報を広報してくださる方がいらっしゃる。あ、そうよね、でもそうだよね。そう、花村が映ってるってことはそうだよね。そう、私じゃない人が撮ってるの でしかも編集とか全部やってくれるんですよ。なるほど、めちゃくちゃありがたい。いや、せっかくなんで、じゃあその会社、どういう会社か紹介してくださいよ。はい、ありがとうございます。はい、私が今勤めさせていただいているのが、東京と福岡に本社がある株式会社あつまるというところでございます。うん、
はい、どういう会社なんでしょう。そうですね、経営で困ってる方とか、困ってる会社さんとか、採用で、新卒採用とかで困っている会社さんとかのお手伝いをさせていただくのが主な業務になります。それはどういう、ですかね、どういう流れでそこにたどり着いたの？これが結構ちょっと複雑というか、変わっている。難しい。私、なんかちょっと長く説明しちゃわないようにすると、うん、新幹線のホームで、まあ、とある方と話してたら、私、その時就活してて、再就職活動していて、で、その方が集まるの方だったんですよ。で、候補を探してますよって言ってくださったとこから、もうトントン拍子で決まっちゃって、そんな感じです。たまたま会ってってこと？たまたまその方とお会いして？もう、いろいろその背景はあるんですけど、もうぶっちゃけたまたまです、本当に。いやでもこれはまた一つの縁だから ね、そうなんですよ。だから不思議な縁にこう巡り合っての集まるとの出会いだったので、ちょっと頑張って候補したいなと思っております。なるほど、そうですか。その候補ついたら何年、あの候補について何年ぐらいなの、どのぐらいになるんですか？まだ2ヶ月 あ、そうなの。そうです、そうです。今年の4月入社して、で、広報に正式に配属されたのが7月だったので、まだピッチピチなんですよ。年の終わりに。いやいや、別にそんなこと言ってないから。あ、じゃあ本当に広報が始まったぐらいに、俺ご飯食べに行ったんだ。そうです、そうです。ああ、それは余裕ないわな。そうだよね。いや、なんか、お昼休みが終わったらみんなで集まってラジオ体操から始まるらしい。ラジオ、そういう時間帯の時ですね。結構デスクワークが多いので、ラジオ体操で体を伸ばしたりして、ちょっと気分転換をするっていうような時間があるんですよ。なるほど。すっきり。これもう一回、その会社で、例えばどういう、具体的にどういう、なんていうの、内容になっていくの、仕事内容としては。あ、私の仕事ですか？まあ、その集まる自体の内容としてももう一回詳しく。集まるはですね、はい、そうですね、こう、うまく私が軽く説明できないんですけど、言える範囲で。でもなんか本当、なんか集客とかで困ってらっしゃる会社さんがいらっしゃったら、うちのノウハウがあるので、弊社のノウハウを提供したり、アドバイスをしたりして、お客様の、お客様ですね、会社さんの集客を成功に導いたりとかっていう感じです。それを、まあ、新卒採用もしっかり。なるほど、そういうのをこう、はい、手助けするというか、サポートする企業という、の集まるなんですね。はい、ざっくり言うとなんですけど、もっと詳しく知りたい方はぜひ株式会社集まるの採用ホームページを見ていただきたいと思います。イグロさんが企業コンサルみたいな感じってことですけど。あ、そうですね、まさにそういうことよね。ございます、はい、なるほど。まあ、じゃあちょっと今までとはね、やってきたこととはジャンルが違うと思いますけど。そうなんですよ、ジャンルが全然違うけれども楽しいです、まあ、中で自分ができることをね、今広報としていろいろやってるってことですけど。そうか、じゃあ、はい、あとはもうせっかくなんで今スタジオに、僕以外にもいますんで、まず伊波さんと仕事したことはどうでしたっけ？ある？伊波さん多分ですね、中学生のなんかシンフォニーかなんかの、ナレーションを出せていただいた気がするんですよね。なるほど。中学生絵日記みたいな。結構ナレーションのお仕事でご一緒させていただいてた記憶は。そうですね、そうですね。オーケストラのかな。はい、そうです、そうです、はい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 、そうです、そうです。まあテレビになるとね、なんかそういうナレーション系が多いかもね。そうだね、そうだそうだ、ナレーションよくお願いしてた気が、なんか記憶が今ちょっと出てきましたね今。なるほど、ありがとうございます。あとうちのスタジオにアイドルの心がいるんですけど、はい、めっちゃ可愛い。ありがとうございます、はい、例えばさ、はい、福岡のなんかアイドル事情とかさ、そういうのってなんとなくでもわからない？私に聞きます？いや、そう、エンタメ系とかさ、なんかそういうのって どんな感じなの？福岡ってだってなんかやっぱね、OBP も一回遠征は行きましたよ。あ、福岡で？私がいないっていうか、活動休止してる時なんですけど、高校生以上か、中学生以上のメンバーだ、
4、5人ぐらいで行ったって聞きました。福岡にライブ、だから多分アイドルさんはいると思うんですよね。なんか結構多いイメージがあるんだけど、うん、そうですね、結構いらっしゃって、多分でも私そんなに詳しくはないですけど、やっぱ HKT さんの劇場とかありますもんね。あ、そうかそうか、なるほど、はい、いやだから OBP 福岡遠征したら、あ、そうだね、集客、はい、集客してくれるはずだ。あ、そうだよ、まさにそういう集客じゃないですね。これ後で LINE 交換しててもらっていいですか？そういう集客じゃないわ。ちょっと違いますけれど、うん、いやでもあとほらさっきね番組の中でいろいろパブの紹介とかあのお知らせとかね読んだりするわけですよ、うんうん、だから花村からちょっと心に一つアドバイス、あ、お願いします。ナレーションのことでね、ナレーションの原稿、ナレーション上原稿読みとかね、うん、そういうので、でももう自信持って明るく、なんかとても心ちゃんさんめっちゃ可愛いから元気に明るく読まれれば大丈夫と思います。心ちゃんさんってアグネスちゃんさんみたいになってるんで、いやなんか心ちゃんっていうのがこうなんかあれかなと思って。いや全然心ちゃんでいいんですか？なんか恐れ多いです。ちゃん、やっぱじゃあ元気で明るく、元気で明るく、はい、うん、元気に明るく楽しそうに読んだらいいと思います。はい、はい、これが基本だそうです。はい。いやそうです。なんか沖縄来ることないの？いや沖縄めちゃくちゃ行きたいんですよ。うん。あ、行きたいです。でもあれよね、あの確かあの、まあ、結婚もして、うん、で、はい、お子さんも生まれてまだちょっと忙しいか。うん、だいぶ落ち着いては来たんですけど、うん、なかなか多分1時間半のフライトに耐えうるかどうかだと思う。そうよね。そうよね。そうなんですよ、うん、あだからめちゃくちゃ行きたい。またもし来た時なんかタイミングが合えばぜひ、うん、番組に直接でも、うん、あ、もちろんあの私でよければ火曜日に伺いたいです、うん、はい、火曜9時やってますんでよかったら遊びに来てください。はい、あの私の代わりに集まるのことめっちゃ喋れる美女たちがいっぱいいるのでぜひ、この番組は美女は優先して来ていただくことになってるん で、はい、あ、本当に、はい、なのでいつでも大歓迎です。じゃあちょっと美女をピックアップさせていただいてちょっと派遣させていただきたいと思いますけれども、ね、フライト代のこととか後でカンナさんとご相談ください。あ、ぜひあのその辺の予算の方もお願いします。あとツイキャスであのグルクンマスクさんからコメントがありまして、あ、グルクンさん、はい、福岡大会やるときは集客の協力お願いしますってみんな集客を、ね、ちょっと待って違うと私怒られるかもしれない。集客を期待してますでもあの私個人的に集客頑張りますその時は。いやいや、でもあの久しぶりにあの花村の声ね聞けて喜んでる方もいると思いますんで、ね、はい、あ、嬉しい、その時そ皆さんありがとうございます、はい、あのじゃああのギノガルフ聞いてる方に最後にじゃあなんか一言メッセージお願いします。はい、SNS やってます、フォローしてください。はい、ということで花村エリーでいろいろ検索して出てくると思いますんで、はい、はい、こっちのでもねいろいろタグ付けしておきますんでよかったら皆さんフォロー等々よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで、この時間は、はい、以前ね RBC でアナウンサーされておりました花村エリーさんと電話をつないでお話ししました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、またはい、またお願いします。こんばんは、 OBP の心です。毎週火曜夜9時からのあれなんだっけ、かなさんギノガルフです。そう、ギノガルフ生放送でお届けします。リハさん、なんかありますか？え、なんかって何ですか？時間ないのでもういいです。ギノガルフ、聞いてください。心さん、バッチリです。いくぞ、ワンツーチャン。宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。今までないないこんな。だから美味しい。宮平乳業の低温殺菌牛乳。石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業の提供でお送りしました。さあということで、うん、あんまりこういう電話つなぎ、ね、やってなかったんですけど、なんか
元アナウンサーというかね、うん、アナウンサーの方だからなんか声がすんごい通りますね、うん、いやもうそれはしっかりね、しっかりね、いろんなところで経験してますから、うん、広報の広報がいるって言ってましたね。どういうことなんだろうと思いましたけど考えたらインスタの動画で花村が映ってるのよ、うん、ということは花村を誰かが撮ってるから、そうだよね、広報の広報がいるってことなんでしょう、ということだよね、はい、でもうまくいろいろ会社紹介とかしてますんで、気になった方は花村エリで検索したら、はい、今日ギノガルフのね、ものにタグ付けとかしてますんで、はい、はい、いろいろそちらからフォローしていただければと思います。さあ今日なんかあっという間、そうですね、あっという間にでしたけれども、はい、実は来週皆さんがお休みと、うん、お前から俺に言ってきただろじゃないだろそうなんです、あ、来週ちょっとお休みさせていただきます、お仕事でね、はい、お休みということなんですけど、はい、ただこのタイミングで来週ゲストが、うん、はい、やってきます、OBB から、ニコとリア2人やってきますということで、うん、また OBP メンバー3人と、うん、はい、いろいろ番組していきたいなと思ってますんで、はい、皆、はい、様ゆっくり休んで、はい、ゆっくり休んで、まあまあそうですね、はい、まあ、別のお仕事なんでしょうけど、はい、こっちのこと気にせずにゆっくり休んでいただければと思いますんで、おう、うん、はい、ということで皆さんとは私は再来週と、はい、お願いします、はい、というところでもお時間です。ギノガルフ相手は神田邦弘と伊波優作と心でした。それ皆さんまた来週火曜夜9時にお会いしましょう。さよなら、さよなら。年末の間もあっという間だった。そうですね、10分ちょっとだったけど、ね、あっという間だった。本当に10分だった。はい、ということで終了です。はい、まあ、でも電話つなげばこのシステムがあってみんなで喋れるからいいね。そうですね、うん、ここのマイクで拾ってるの？スピーカーのマイクで拾う。あ、こっちのマイクで拾ってるの？はい。あ、じゃあ、え、あ、俺たちの声。そうなんです、だから、はい、通話しやすいんです。そうそう、だから放送はこれだけど、あ、相手はこれで拾ってると。はい、はい、だから僕マイク前に置いて、うん、相手の声をそのままスピーカーの音量。あ、そっかそっか、なるほどね、なるほど。いや、ほら前カチュンのやるときのこのシステム、うんうん、いつか電話コーナーというかまたやってもいいかも、ね、そうですね。だからファンの人と心が喋るみたいな、うんうん、はい、というところ、はい、はい、じゃあ来週さんお休みで、よろしくお願いします。はい、また再来週お会いしましょう。はい、あ、もう眠い、眠くないですよ、大丈夫はい、じゃあ終わります。さよなら。